はい、今日もみのくりチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。さあ、いよいよ私も買ってしまいました。 こんなすごいものを、焚き火用の薪割り台を購入しました。これはペイペイフリマで4800円だったかな。ヒノキです。ヒノキの丸太、35センチ×30センチぐらいだったかな。これをちょっと早速開けてみたいと。ああ、お、中結構湿ってるな。まだ乾燥がされてない木なのかな、これは。割れる可能性もあるね。よいしょ。うわ、なかなか出てこない。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、ヤスリをねつけてくれましたよ。そのまだね処理をきれいにしてないっていうことなんで、まあこの値段で買えました。4800円。おい、ヒノキ出てきたよ。ヒノキ出たよ。ヒノキ出た。よいしょ。よっこらちょっと。はい、出てまいりました。ヒノキの薪割り台です。なヒノキなんですけど、今んとこ思ったほどヒノキの香りが、あ、するね。手で触って手の匂い嗅ぐとやっぱりヒノキの香りする。はい、こんな感じ。裏がこっち、どっち表手で使うかな悩むところではありますがね、ちょっとこう節もついていて、はい、これをじゃあ早速使ってみましょうか。あ、結構いい感じで割れますな。いけますね。この薪割り台もいいね。手袋してるから結構安心だわ。これも下手くそだな俺。薪割りしたことねえもんな。どうこれで。いけますね。ちょっと薪割りの練習が必要だな俺。さあ、このヒノキの薪割り台非常にしっかりしていて、高さもちょうどよくて薪を割るのにちょうどいいですね。でこれ重くて持ち運び大変なんですけど、雰囲気あるし、サーカス PC の中で薪ストーブの横に置いたら絵になるし、これテーブルになりますね。ソロキャンの時は重いけど、これテーブルで、飲み物飲んだり食べ物食べたりってすることもできるので、なかなかいい買い物できたかなと思っております。ということで今日はヒノキの、薪割り台を紹介させていただきました。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあみんな、みのくりじゃんけんの時間だよ。いくよ、せーの、最初はみのくりじゃんけん、ほい。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ピースアウト、バイバイ。みのくりチャンネル。おー、ったまげったら、ありゃしねえよな。チャンネル登録してくれよな。チャンネル登録してね。みのくりチャンネル。